どうも、えー、ボビーアートレザーのボビーです。えー、今日はですね、えー、木曜日ということでですね、えー、作品の話、レザーパンツの話をさせていただきたいと思います。ね、ボビーアートレザーのアトリエから、えー、今夜も、ね、お届けしております。それではですね、えー、まあ早速参りましょうか。ね とですねまあ、ボビー・アトレザーというとです、ねえー、機械とかミシンとかを使わない、えー、革ひもをです、ね、こうかがっていってです、ねえー、作っていく、まあ、70年代60年代、70年代のロックファッションスタイルをです、ねえー、そのまま現代風にです、ねえー、自分なりに進化させて、えー、作っているレザーブランドでハンドメイドのレザーブランドです。それではですね、えーまあえー 早速ですね。えー、これですかね。えー、まあこれもあの割とこう初代な感じのねベルボトムのパンツですね。はい。で、えー、これがですね。えー、ま後ろ後ろ姿ですね。前後ろ前後ろであの写真をね、うん、あのー、お届けします。まあ、これもそうですね。えー あのハンドメイドのパンツですね。はいで、えー、こちらはね、その後ろ姿ですね。まあ、特徴的なのはですね、やっぱこう、<laughs> あのベルトループのところですかね、やっぱりデザインの。で、こちらもですね、えー、シンプルな、あこちらはあのジップロック、ジップロックじゃないわ、<laughs> ジップアップね、うん、あのファスナーの方の仕様にしているパンツですね。ねこれ後ろから見たところですね。まあ,あの ダイモンドパイソンとかをね絡めてますけどもねまああのーまあ、ブログの方にねまたあーこの動画を収録したあとですねまた、えー、時間を見てですね、えー、レザーパンツの、まあ、特集記事みたいな感じをね、えー、一覧を上げときますのでですね、えー、そこからリンクでいろいろこれまでの作品とかあもう飛べるようにはしておきますんでね、えー、お楽しみにしてくださいそれではですね、えー、まあえー、っとですね 原型っていうか、これはまあ、ボビー・アートレザーの作品ではないんですけども、たびたび登場しますね。これは、あのー、ノース・ビーチ・レザーですね。これね。これは60年代のデッドストックのレザーパンツですね。こんな感じで。ネイビーのね、スウェードですね、これはね。うん。まあ、これはストレートタイプですかね、どちらかというとね。 まあ後ろの、えー、ポケットはあないです。うんまあ、シンプルなね、うん、レザーパンツですね。まあ、あのこういう、えー、ね、えー、こうう当て物があってですね、ここ,で,もこ,こで縛って、で、まあ、うん、履くっていう、まあ、オールドスタイルですね。もう、かれこれ、あれですよね、もうお、半世紀ぐらい前の。 ね、もう今2020年ですからねうん、まあ、そんな感じですよ。ね、でですね、えー、ボビー・アトレザーの作品はですね今1本だけまあ半ズボンはここにあるんですけども1本、まあ、あるので、ね、ボビー・アトレザーのボ、ね、作品がねこれは、えー、いつもねあのこの画像の後ろで見えてるやつですけどね えー、後ろにかけてるパンツですけどね、えー、こんな感じでご覧いただけますかねこんな感じでね,、はいねえー、全部まあハンドメイドで <laughs> ねせっせいせっせいと。 おね、何ヶ月か,かね、えー、かけて作ってるんですけどねこっちは、まあ、あのこ,れこれはステージ衣装で、えーね、制作させてもらったものなんですけどもね、えー、こんな感じで、えー、スタッズも売ってですねこうフリンジもついてるパターンですけどねはいねこれもここ,ここはですね、えー、唇の。 シルバーの唇がついてますけどねまたあのブログリンク飛ばしておきますんでね楽しみにしてくださいねまだあの最近 Vlog 用のですね機材も揃えてきましたんでねも,もう一度これをですね、えー、こう映像で捉えて、えー、なんかイメージムービーが作れればなと思っておりますねもうしばらくお待ちくださいね <laughs> あの 配信をやってえま,あまず制作でレーザー制作ね日々のやってブログも書いてえ配信もやって映像も撮ったら一日があの非常にあの濃密な一日になってあのすっちゃがめちゃあるんでねうんえまあこんな感じでねえ作っておりますねえやあのこれはディアスキンでえ作ってますねまあこれちょっとあの重いんですけどねうん。 まあ僕にとってはあのこの「レザーパンツ」っていうのは思い出深い作品でですね、うん、これはあのギタリストのイチローさんがですね長渕剛さんのツアーでですねえずっとこれ履いてもらっててですね PV とか PV っていうかなあのライブ版とかみたいなねこれを履いてプレイしてる姿があってですねえーすごくー心がね 熱くなりました、ねはいえーまあレザーパンツね革ジャンとかねいろいろこれまで、えー、いろいろ作ってきましたけども最初に作ったのはですね実はレザーパンツだったんですね。でそっから長いことね、えー、いろいろな革小物にしたり、まあ、最近はハットが多いですけどあとまあ,あバック系かな。 うん、まだ今バッグの依頼も来てますし、えーね、まだなかなか手がつけられない,ないんですけどね <laughs>、えー、一つずつ一つずつね、やっぱりこう、えー、設計から、あのー、やっておりますんでね、はい、そんな感じでね、えー、今日はレザーパンツの話をさせていただきました。ね、またあのブログの方でまとめさせてもらいますんでね、楽しみにしておいてください。えー、あ今日も ありがとうございます。えー、徳山さんお疲れ様です。こんばんは。一、え、郎、ー、が履いたやつねめっちゃ格好いいんだなそれ。あ、ね一郎さんのね、えー、やっぱりあの一郎さんのギターのスタイルっていうのがやっぱりこうブルースのねあのスタイルなんでロックロックロックブルースっていうかなあの格好いいねあの <laughs> なんとも言えんこうタイムレスで、うん、渋くて。 ねえ本当にね、あのー、とてもお笑い年には思えないですねやっぱり、あのー、深みを感じますねプレーの一つの音にね、うん、やっぱり何て言うんですかね音に出,出るんですよね人生っていうのがね、うん、やっぱそれを見るたびにやっぱり僕でもね。 僕なんかでもそうですけど、えー、僕みたいな人間でもそうですけど、あのー、やっぱ人生というか,この、ね、かそういうね厚みみたいなのがこういうレザー作品に、えー、込められたらなって毎日それは自問自答してます。うん、ねはいそんな感じでですね,、まあ、ね表現者の一人としてですね僕もすごくパワーを頂い,いております。はい、な感じですね ねえー、まあこれをー、えー、YouTube でねご覧になる方もいると思いますんでね、えー、ぜひね、えー、YouTube ね、えー、ご登録いただければと思いますねもしまだ YouTube チャンネル登録してないわっていう方がいたらですねこれから徐々に徐々にねあの もう緩くですけどもねステップアップしてまいりますんでね、えー、動画の世界も少しずつうこういう風に配信をしてたらね、えー、なんとなく感覚が分かるようになってきましたし、うん、ものに顔出ししてますからね <laughs> あのー、ねだからまあ、えー、ぜひね、あのー、ご覧いただければ楽しみにしていただければ幸いです。あと、まあとま ね、インスタグラムもやっておりますんでねもうスマホをごら、ね、あの PC をご覧の方でスマホがすぐあ,ある方は QR コードでねピッとこうや,ってや,やってもらいますとね、えー、サイトに飛べますんでね、えーえー、もしよければ Twitter、ねえー、も、ねえー、最新情報をです、ね、載せてますんでね、えー、ぜひねご登録いただければ幸いですそれではまたお会いしましょう ボビーでしたじゃあねバイ